ドクター山本の血管を若くするお料理教室始めます。はい、今日のレシピはおつまみチーズケーキということで、ドクター山本ケーキに挑戦。材料です。クリームチーズ、ちょっと練習でブルーチーズやってみたんだけど、ブルーチーズうまく溶けないんで、今日はとろけるチーズ。チーズってちょっと塩味効いてるんで、これに普通は砂糖たっぷりでやるんですけど、砂糖は蜂蜜でちょっと少なめにして、まあ後でブラックペッパーを効かせて、これで酒が飲めるかっていうのをちょっとやってみたいと思います。あんまりやったことないんで、生涯2度目のチーズケーキ作りです。スーパーで買ってきたマゼルの簡単クリームチーズ、これ常温で置いといたらもうなんかふにゃふにゃな感じで、普通のクリームチーズよりもなんか柔らかいっていうのか溶けやすそうな感じで、でこれ一応 200g と書いてある。次卵、一応まあ全卵でもいいみたいなんだけど、それらしく、お、上手に卵黄の上になった。卵黄、あ、こっちだった、本当はこっち卵黄と蜂蜜。この蜂蜜巨大なんだけど、どんだけ入れてかよくわからんので、適量約 20g で混ぜます。ヘラ代わりに、まあ、こんな便利なもので。おお、なんかドロドロ、ポッカレモン6滴で、次は薄力粉 30g。 169だから30引くと139。あ、これいいや、これ簡単、めっちゃ139まで。おお、ケーキ作り楽しいなとこ。139ぴったり。これを混ぜたら、で本当は生クリームのレシピが多いんだけど、まあ油が多すぎるので、牛乳100多くないかな、100多すぎる気がするので、ドクター山本特別采配で70。とろけるチーズを約100入れよう。引き算幅がり169だから、これで約100。こんなドロドロだけどいいのかな、きっと固まるとふわっとなるんだろうな。おつまみチーズケーキなんで、おつまみになるかどうかっていう問題が、100円ショップで見つけたタルト型っていうらしいんだけど、型にチンシートを敷いてここに入れるんだけど、おつまみになるようにカシューナッツを砕くというか破砕して型の下に敷き詰める。でこの生地を流して、うまく焼ければタルト風のおつまみチーズケーキができるはず。まず170度30分焼いてみます。これ見てくださいよ、これ多分反対側のスキー場、場所は本当は内緒だねそうですね、うん、でもすごいです、天気最高で、今ちょうど3時過ぎて太陽が西になって、スキー場全体が順光に、このドクター山本の缶までテカテカに光ってますいや最高、グッ。20分焼いてこの状態になりました。粗熱取って冷蔵庫に入れてケーキカットをいきたいと思います。あ、今型から取り出してこんな風に、おお、チーズケーキっぽい。これで酒が飲めるかどうかっていうのはまたちょっと今からの途中で、ケーキカットいきます。なんかかなり固まってる感が、こうドシーンとしたチーズっぽい、普通のチーズのふわふわ感はあんまりなし。お、チーズの匂いすごいしてきた。じゃあこれちょっと一切れ取り出します。では試食いきたいと思います。結構どしっとしたチーズ感が満載で、これ下にカシューナッツが、これはね、場所のせいだけじゃなくてマジうまいです。甘くはなくて大人のチーズケーキっていうのか、これはこのままビール飲みます。ちょっとビール、大人のビール、コロナ、ライム付き。マジ至福の瞬間。景色すごいし、天気いいし、ロケーション最高、ビール最高、おつまみチーズ最高。いつものように味変いきたいと思います。いつものようにブラックペッパーたっぷりかければ。動画だと匂いが伝わらないのが残念ですよね。すごいブラックペッパーのいい香り。で、これで、幸せ以外の言葉出てこんし。ちょっとビールももう一口。あ、生きててよかった。皆さんもちょっと元気出して、場所変えればどんな食い物でもうまくなります。ここまでやったら完璧。
下のカシューナッツがサクサクしてて食感が違ってめっちゃ美味しい、うん、今日はもうこれで帰って風呂帰って寝れるわ。皆さんもぜひ機会があればシチュエーションを変えれば何でもうまいです。